宇都宮ブリッツェンは、栃木県宇都宮市を本拠地とする自転車ロードレースのプロチームである。ブリッツェンはドイツ語で、稲妻が輝くという意味で、雷と宇都宮にちなんで命名された。サイクルスポーツマネージメント株式会社が運営している。毎年世界トップクラスが参加するジャパンカップサイクルロードレース、そしてアジア初の世界選手権。 自転車競技大会ロードレースの開催地として知られている宇都宮市において同志出身のプロレーサーである広瀬義正が地元でプロチーム設立したいという夢の実現のため2007年よりブラッキー中島の協力を得て企画書を作り関係各所を回って賛同を集めた2008年3月にもともと宇都宮市の職員で サイクリングなどを通じて自転車の街づくりをやろうとしていた砂川幹雄より返事があり同年夏より準備に取り掛かり10月20日に発足した宇都宮に密着したクラブチームとして地元スポンサーを募り宿舎クラブハウスを整備し国際自転車競技連盟に加盟の上2009年よりチーム指導 UCI 加盟には 選手8名が必要のため、契約金節約も兼ねて、地元栃木県出身の柿沼明が、監督県選手を、広瀬は、高知県選手としてそれぞれ選手登録した。運営会社の、サイクルスポーツマネージメント株式会社の社長、ゼネラルマネージャーには、馬場隆史が就任した。砂川美希夫は、取締役に就任した。株式会社インターマックス代表で、 日本人で初めて近代ツールを走った今中大輔がテクニカルアドバイザーとして栃木県出身の競輪選手神山雄一郎もスプリントアドバイザーとしてチームに加入した元 F1 ドライバーでロードレーサーとしても活躍する片山右京もドライバースタッフとして参加2010年にはブリゼンチーム右京として実業団 ER クラスに参戦 同年のジャパンカップでは、ブリッツェン正規メンバーとして、クリテリウムに出場した。チーム設立時から、地域貢献活動として、小中高校等に出向いて自転車安全、運転教室を、ウィーラースクールジャパンのブラッキー中島孝明から、ノウハウを伝授してもらい、それをブリッツェンなりにアレンジして、毎年実施している。ジュニア育成を目的として、 2017年5月より、アップ B、リングシステムスタート。8月に、チーム名を、ブリッツェン、ステラ、チームジャージンは、黄色と決定。自転車だけでなく、ランニングなどの基礎トレーニングや、幅飛び、シャトルランリレーなどを組み入れた練習を通して、交通ルールや安全走行のマナーだけでなく、集団でのチームプレーや、フェアプレー精神を学ぶことで、 スポーツのみならず日常生活においても優れた人間性の育成を目指している。宇都宮ブリッツェン公認の下部レーシングチームとして2010年に発足。同年7月と12月にトライアウトを行い、JBCFJ リートツアーに参戦している。チームジャージはトップチームの赤い部分を青にしたものだったが、2012年シーズンより、 青木町の別デザインに変更。監督は広瀬義政メンバーは約20名。2012年9月には安田大サーカスの団長安田が入団試験に合格し、チームに加入している。山根大志が2019年に試験を受け、チームに加入した。ブリッツェン、ステラ卒業生の加入もあり、2021年時点ではメンバーは 約35名となっている。宇都宮ブリッツェンベイ、ブリッツェンは、宇都宮市上山地区の農家と連携して、宇都宮ブリッツェンファームを組織し、宇都宮大学が育成した米の品種、雄大21を栽培して、宇都宮ブリッツェンベイのブランドで販売している。ありがとうございます。